皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日はビジネスシーンにおすすめ、厚さ13ミリ以下の薄型クロノグラフというテーマでお送りしていきます。クロノグラフというのはもともと機械式のストップウォッチのことですが、最近はクォッチ式でもアナログ表記のものであればクロノグラフと呼ばれます。普段機能として使うものではありませんが、メモリがたくさんあってメカメカしい感じがいい。航空機やモータースポーツ、オリンピックなど人類のスピードへのチャレンジとともに発展してきた歴史ストーリーもいい。まさに男の夢、紳士の癒しです。ただ弱点もありまして、機械の部品数が多いので構造上どうしてもサイズが大きくなってしまいます。例えば現在のスタンダードなサイズですと 42mm×14.5mm 厚くらいでしょうか。このサイズ感、スポーティーにつける分にはいいんですが、ビジネスシーンとなると少々気になってしまう。シャツの袖口に確実に引っかかりますし、デザインによっては悪目立ちしてしまうこともあります。ということで今回のテーマでございます。ビジネスシーンでも使いやすいサイズ感、ケース径 42mm 以下、厚さ 13mm 以下の薄型クロノグラフ8本ほど選んでみました。それでは早速見ていきましょう。1本目のおすすめはこちら、1865年創業、スイスのブランドゼニスより、クロノマスター L プリメロリバイバルマニファクチュールエディション。1969年に発表されたクロノグラフの名機 L プリメロの復刻カラー。 L プリメロは登場後すぐにクォーツショックが到来したことでわずか6年で生産中止に。その後開発者シャルル・ベルモの熱い思いで見事復活を遂げた歴史があります。現代クロノグラフの基礎を築いた作品でもあり、1980年代のロレックスのデイトナやタグホイヤー、ウブロ、パネライなど数々の有名メーカーの時計にも搭載されています。こちらのカラーは最近発売されたバリエーション、色相の異なる3つのブルーインダイヤルが特徴です。このカラー、実はシャルル・ベルモが使っていた工具箱からごく最近見つかったものなんだとか。これまでスイスと一部の国でのみ入手可能だったもので、今月からようやく日本のオンラインブティックでも買えるようになりました。クロノグラフファンが押し寄せる人気モデルになること間違いなしでしょうね。こちら気になる価格はメーカー定価税込みで103万4000円、ケースはステンレスシール製、サイズは 38mm×12.6mm 厚、機械は自動巻き、パワーリザーブは50時間、防水性能は5気圧です。続いてはこちら、150年以上続く老舗ブランド IWC よりポルトギーゼクロノグラフ。 IWC はスイスが誇る優れたクラフトマンシップと米国の近代的なエンジニアリングの融合を目指して作られたブランド。19世紀末、時代に先駆けて水力発電を用いた工場での量産を行ったことも有名です。ポルトギーゼは1939年ポルトガル人商人の依頼によって作られたモデルです。その経緯から現代においても多くのビジネスマンに愛されています。発売当時、懐中時計用のムーブメントを使用していたことから現在もその名残として大ぶりな見た目が残っていますが、実は数字で見るとさほど大きいものではなく、ケース径は 41mm なんですよね。ベゼル一体型のケースのキワキワまで文字盤が配置されていることから数字よりも大きく見えるんです。またミドルケースが寸胴型なので厚みもあるように見えますが、こちらも実は 13mm しかありません。レガシーを引き継ぎ、大きく見せながらも現代的に進化させている点、素晴らしい。こちら気になる価格はメーカー定価で税込み907,500円、メタルベルトの使用もあり、そちらは少し高くて101,200円です。カラー展開は6色と豊富なのがいいですね。ケースはステンレスシール製、サイズは 41mm×13mm 厚、機械は自動巻き、パワーリザーブは46時間、防水性能は3気圧です。続いて3本目はこちら、18世紀末創業の超老舗ジラールペルゴよりロレアートの 38mm サイズ。ケリンググループに属し、日本での PR 戦略をほとんど行っていないため知る人ぞ知る存在になっているジラールペルゴ。世界で初めて軍用時計を作ったブランドであり、スイスのメーカーとして日本で初めて代理店を作ったブランドでもあり、実はすごいブランドなんですよね。そのジラールペルゴが1975年に発表したのがこのロレアートというモデルです。建築デザイナーが手掛けたといわれる八角形と円を組み合わせたフェイスデザイン、ケースと一体化された流線形のブレスレット、まさに1970年代ラグスポ黎明期の作品。デザインが目を引く存在ですが、この時計の凄さはサイズです。ケース径は 38mm で厚みはなんと 11.08mm。 自動巻きのクロノグラフでこのサイズを実現できてしまう技術、雲上ブランドに匹敵すると思います。しかも防水性能も 100m あるというから驚きです。こちら気になる価格はメーカー定価税込みで 174万9000円、
カラー展開は3色。ケースはステンレスシール製、サイズは 38mm×11.08mm 厚。機械は自動巻き、パワーリザーブは46時間、防水性能は 100m。 同じラグスポジャンルでオーデマフィゲのロイヤルオークにも 38mm×11mm 厚のものがありますが、そちらは定価 27,200 スイスフラン、日本円換算で320万円ほどです。価格設定が優しいところもジラルペルゴの魅力です。ということで、早速3本ご紹介してきました。改めましてこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日のテーマはビジネスシーンにもおすすめ、厚さ 13mm 以下の薄型クロノグラフということで8本ほどチョイスしてみました。クロノグラフは薄く作るのが難しく、高い技術力を要します。薄くなればなるほど作れるメーカーは限られ、より高額になっていきます。1ミリの違いで100万円変わる世界です。事実厚さ12ミリ以下まで絞り込むと、そこは雲上ブランドの領域です。300万円超えが当たり前の世界です。今回は13ミリ以下という絞り込みなので、価格の上限は200万円ほど。憧れの存在でもあり、ギリギリ普段使い可能なレンジかと思います。そして普段使いという意味で、今回300万円クラスは外しております。ロレックスのデイトナは 12.5 ミリ厚ですが、実勢価格400万円なので外してます。ノーチラスやロイヤルウォークも外しております。ということで残り5本ですね。ぜひ最後まで楽しんでいってください。面白いと思っていただけましたら高評価ボタン押していってください。チャンネル登録もしていただけるとやる気が出ます。さて4本目のおすすめです。今年7個目の世界最薄記録を打ち立てたブルガリオクトフィニッシモシリーズより、2019年発売のクロノグラフ GMT、 世界最薄の自動巻きクロノグラフ。時計界のアカデミー賞ことジュネーブウォッチグランプリ2019でもクロノグラフ部門賞を獲得した作品。薄型化には必須な技術となるマイクロローターを装備し、いやそれにしても薄すぎますね。ケース厚はなんと 6.9mm、 別格です。ご存知の通り、ブルガリはジュエラーとして有名なブランドですが、1980年代より腕時計作りを開始。奇才と呼ばれたデザイナージェラルド・ジェンタと、ブレゲの再来と呼ばれた天才時計師ダニエル・ロートを仲間に加え、圧倒的なスピードで腕時計業界でもトップブランドになってしまいました。派手めな印象が強いブランドですが、こちらはチタン製なのでマットな仕上がりです。着用感も驚くほどに軽く、つけているのを忘れそう。こちら気になる価格はメタルベルト仕様で、メーカー定価税込み214万5000円、革ベルトの仕様ですと205万7000円です。ともに実勢価格であれば180万円以内での入手も可能です。ケースはチタン製、サイズは 42mm×6.9mm 厚、機械は自動巻き、パワーリザーブは55時間、防水性能は 30m。 この薄さでクロノグラフのみならず GMT 機能まで備えているのは本当にすごい。続いてこちら、1874年創業のスイスのブランドピアジェより、ポロウォッチクロノグラフ。ピアジェは古くから薄型の機械式時計にこだわり抜いてきたブランドです。直近では2014年、2018年、そして2020年と機械式時計の世界最薄記録を更新。2020年の作品はジュネーブウォッチグランプリにおいて最高賞を受賞しています。こちらのポロウォッチというモデル、ブランド初のステンレス製ウォッチとして2016年に誕生。馬に乗って行う球技ポロの名前が由来です。形が特徴的なので、そこにばかり目が行きがちなんですけれども、やはり見ていただきたいのはサイズなんですよね。自動巻きのクロノグラフを搭載していて、ケース厚は 11.2mm 厚、 12mm 以下です。雲上ブランドの領域。もちろんデザインも素晴らしく、金属表面や文字盤など細部の仕上げまで一切妥協のない作りになっています。故に着用した際にはジュエリーのような佇まいに、上品で華やかな印象になります。何でもない日常に彩りを持たせてくれる一本。こちら気になる価格はメーカー定価税込み183万9200円。ケースはステンレスチール製、サイズは 42mm×11.2mm 厚、機械は自動巻き、パワーリザーブは50時間、防水性能は10気圧です。さて続いてはこちら、スイスのマニファクチュールの走りとなったブランドジャガールクルトより、マスターコントロールクロノグラフカレンダー。マスターコレクションは1992年に登場。スイスクロノメーターの約3倍、1000時間もの時間をかけて行う実用テストをブランドが導入した際に登場したモデルです。1000時間コントロールというテストの名称からマスターコントロールというモデル名になりました。ジャガールクルトは古くから雲上ブランドのムーブメントを作っており、小型、薄型の複雑機構を得意としています。
一時はパテックフィリップのムーブメントの大半を作っていましたから、実質運上ブランドみたいなものですね。こちらのマスターコントロールもクロノグラフ、ポインターデイト、ムーンフェイズ、曜日、月表示までついていて、かつ自動巻きでケース圧は 12.05mm、 まさに300万円クラスのスペックです。しかしこちらの価格、メーカー定価で税込み176万8800円、200万円を切る設定はこのブランドだからこそできる技。ケースはステンレスチール製、サイズは 40mm×12.05mm 厚、機械は自動巻き、パワーリザーブは65時間、防水性能は 50m です。続いてはこちら、フランス生まれの新興ブランドベル&ロスより話題のおしゃれウォッチ BR05 のクロノグラフ。見た目上おしゃれウォッチと表現しましたが、その作りは素晴らしく、時計の歴史を深く理解しているからこそ作れるものだと思います。この時計の魅力を紐解いていくと、パテックフィリップやロレックスなど名だたる有名ブランドが過去を行ってきた戦略が理解できるようになりますから、ぜひ BR05 の魅力深掘り動画も見てみてください。概要欄にリンク貼っておきますね。で、ここまで100万円から200万円のレンジのものが続きましたが、こちらは100万円以下での購入が可能です。ベースムーブメントにエタのエボーシを使用し、うまくコストを抑えています。ただエタベースのような汎用ムーブメントでも薄く作る難しさは変わりません。時計全体の設計の腕がなければ 13mm 以下でクロノグラフを作ることは到底できません。ケース製造に長けているブランドだからこそ作り出せた時計だと思います。こちら気になる価格、メタルベルトのもので、メーカー定価税込み80万3000円、ラバーベルトの仕様のものは73万7000円です。カラーはブラックとブルーの2色展開。ケースはステンレスシール製、サイズは 42mm×12.4mm 厚、機械は自動巻き、パワーリザーブは42時間、防水性能は 100m です。続いてラストはこちら、1853年創業、スイスにおける量産時計のパイオニア、ティソより、ヘリテージ1948クロノグラフ。つい先日20万円以下で買える白文字版の時計でも取り上げたモデル。今回100万円、200万円の時計が並ぶ中、なぜ君はここにも食い込んでくるのか。スイスのブランドでありながら10万円ほどで機械式時計が買えるというとても魅力的なブランド、ティソ。しかしいくらなんでも薄型クロノグラフまではあったよ、嘘だろうと。こちら気になる価格、メッシュベルトの仕様のもので、メーカー定価税込み18万5900円、革ベルトの仕様ですと17万9300円です。ケースはステンレスシール製、サイズは 39.5mm×11.9mm 厚。マジか、 12mm 切ってるな。機械は自動巻き、パワーリザーブは42時間、防水性能は3気圧。以上、本日はビジネスシーンにもおすすめ、厚さ 13mm 以下の薄型クロノグラフというテーマでご紹介してきました。クロノグラフの魅力については過去いろいろな動画でご紹介しております。再生リストにまとめておきますので、ぜひそちらも合わせてお楽しみください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。